guys, my name is Lian and welcome to my video! ということで今回の動画はみんな大好きポンプショットガンもずっと最近コメ欄でポンプ返ってくるんですが、アップデートのたんびにポンプ返ってきますよみたいないろいろ聞くんですけど、今回はなんとそのポンプが実際に返ってきてるらしいので、この動画を今撮影してます。なので早速やっていきましょう。Let's go! ラララララロロロロロロロラララララロ。ということで皆さん早速やっていきたいと思うんですけど、クロスカウンターというね、めちゃくちゃ久々にチャプター3初じゃない、今期間限定モードが来てまして、このクロスエンカウンターモードはショットガンとスピード打ちまくって勝利したってこれ書いてあると思うんですけど、ショットガンだけのモードで、ここになんとみんな大好きポンプと、あとタクショもね、あとコンバットとか今ちょっとちらって見てたんだけど、いろんなショットガンが今ここのモードにあるんですよ。なんでまあ今回でも僕たちの目的はただ一つ、金ポンプを探してもどんどん、ちなみにこれはスクワットなんでソロスクでビクロイ目指していきたいと思います。レッツゴー。ポンプ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 、まあ久々のソロスクだからね、ちょっと気合い入れていかんとね、あんま喋れないかもしれない。もうガチでいくわ、本気の顔で来てんな敵。ゾロスク他にもいいんじゃないこれ、ワンチャン。なんでスクワットなんだろう。まあスクワットでみんなでワイワイやろうぜって感じなんだろうけど、お友達がいない人は辛いってちょっと公式も分かっててほしいんだよね。できればデュオとかがいいよね。デュオだったらまだなんかさ気楽じゃない。スクワットはゾロスク大変やって。オッケー、やっていきましょう。さて何が出る。一発目はなんと今このモードで最近追加されたヘビーショットガンですね。ヘビーショーも全然強いんだけど、二丁持ちとかした方がいいのかなこれ、ショットガン。あ、ショート。暗い暗い。え、レイティーウォーターなんたらかんたら。え、抜けたんだけど。え、キルにならなかったんだけど。撃破カウントにならなかったよ。ポンプじゃない。ポンプはどこ。ポンプはどこじゃ。ポンプ、ポンプ、ポンプ来た。ポンプ来ました。青ポンです。嬉しいけど違う、青ポンじゃないねん。ポンプだけど、俺が探してんのは金ポン。これあれだな、あれが強いんだろうな。ヘビショー、ヘビショー多分距離あってさダメージ与えられるから強いんだ。オッケー、一人だ。ポンプ強い、抜けるんだけどみんな。やばい。え、蘇生しようとしてる、かわいい。助けてんだけど。頑張って、それは。やばい、これ何これ。え、上からアンチ来て、何これ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 。なんか上からアンチ来てるよ。やばいやばいやばい。何これ何これ何これ。上からもアンチ来るの、このゲーム。さてさてさて、気を取り直して。めっちゃ可愛いって聞いたな、今。あ、これダブ？あれか。二連式だ。二連式も懐かしいな、普通に。ダブにしか見えないんだけども。みんななんか飛ぼうってしてそう、二連式持って。ダブが結構主流だから今。何してんねんこれ。うぅ、ポンプ楽しい。あ、村田区持ってんじゃん。村田区違うんよ、村田区でもない、村田区でもない。俺が探してんのは、おっ、すいませんね、村ポン持ってないですか。持ってない。え、死ななくね。やばっ、やってること。村ポン、グラップラー、グラップラーマンのこのゲーム。やばい、このままだとサムネ詐欺になっちゃう。そしてタクショなんか地味に弱くね。
誰もポンプ持ってねえよ。さて今度こそポンプを見つけたいところですけど、出るかポンプ。いや、青ポンは見てるんやな。青ポンは見てるんだけど、金ポンまだ見てないから、救援物資出たら救援物資にも行きたいね。これさっきの試合誰も持ってなさすぎじゃない普通に。引いちゃったんだけど今。村パール、村パール、あれあれあれ欲しい、あれ欲しい。取れんかった。オッケー、ふぅー、マックスダメージ。オッケー、村ポンゲッツ。オッケー、135強っ。ガチで強すぎこの武器。やっぱポンプやわ。ごめん、あのこのゲームやっぱポンプです。ヘビショとかさ、新しくなったやつポンプの代わりになるかなと思ったけど、ならないね。これこの武器マジ最強じゃん。金にできんかなこれ。村ポンがあるってことは金ポンもあるでしょこれ。オッケー、やばいやばいやばい。オーマイ、やばい、やばい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 、いった。オッケー、エイムエイムエイム。やばいやばい、ガチやん。お、レアチャの音するぞこれ。これはワンチャン、クイー頼む。OK、 134。ポンプ持ってた。神神、それは神。やばいってこのアンチマジで。コニーよ、ワン。おっと、これは、うわ、金武器だけど違うね。これじゃないね、俺が探してんのあれだな。多分救援物資とかしか多分ゲットできないんだろうね、金ポン。まあそれしゃあないだろう。オッケー、ジジイス。ヤップグレードベンチあればな、最高な。救援物資か、救援物資。いやー、紫か。うわ、ドラゴンブレスとか懐かしい。オッケー、オッケー、いいよ。オッケー、いや村ポン楽しいな、やっぱ。でもあ、この上のアンチってさ、もしかしてあれなんかな、天空城しないようためなのかな。壊す武器がないから、そういうことじゃない多分それ。オッケー、オッケー、レッツゴー。村ポン金ポン最高ということで、今回の動画ダブしてこということで、今回の動画はなんとオッケー、ということで、なんとですよ、なんとですよ、リクロイしたのにカメラがついてなかった。また来ましたこのモードに。今度こそね、グラップラー、グラップラーね使ったんだけどね、あの使えない。これあのスパイダーマンが超優秀すぎて、グラップラーがね、あのめっちゃ微妙ってか使えない。本当にグラップってそもそも飛距離スパイダーマンより短いのに落下ダメージも食らうから、なんかね落下食らいまくっちゃうんだよね、ガチで。違和感しかない。ピザね、ピザ強いこと最近知った。ピザって下体力も回復してくれるから、普通にねこのピザ強いです。微妙かなと思って。あとしかもね、なんかね
今日の深夜、この今撮影してる深夜に謎アップ出て、ピザ切れ、ピザスライスが前まで2枚までしか持ってなかったのが、ちなみに3枚まで持てるようになりました。謎アップ出ですね。え、ドラムガンもあんのこのゲーム。ドラムガンだよ、ドラムガンで、ドラムショットガンだ。あの救援物資から絶対に金本が出ると見てます。違う、怖すぎ。こやつポンプ持ってたな。ミドポン、ミドポン持ってるぞこやつ。オッケー、ミドポンでいこうじゃん。仕方がないね。村パール、村パール、金本じゃないこれ。金本あった、やば。あぶねえ、来たよ金本、やっとだ、俺の時代が来た。さてこれをうまく使いたいね。200、20か。めっちゃ金武器持ってんなこの人も。どんどん倒していく。あ、待って、めっちゃ少ないじゃん人数。OK、 楽しい。金本、この人も金本持ってんじゃん、やば。な、 OK、 金本だらけやん、やばすぎる。あと一人よ、あと一人。やばでー、金本カビという感じで今回の動画は2回びっくりしたんですけど、ソロスクでね、最後ちょっと金本では人数が少なかったのでちょっと無双しきれなかったと思うんですけど、とりあえずなんとか金本でびっくりすることができました。という感じで今回の動画はこの今ある期間限定モードで金ポンプ、村ポンプ、もポンプ、タクショー、全部みんな大好きな昔の武器が帰ってきてるので、ぜひ皆さんもこのモードやってみてくださいという感じで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録、金本大好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。